1番からプレパレーション。デミプリエ2回、グランプレー1回です。前と後ろにポールドブラをしましょう。2番です。今度はポールドブラをバーの方に、そしてセンターの方にも同じく。次は4番です。今度は前に行き、横を通って後ろまで持っていきましょう。5番です。今度は反対で後ろから横を通って前まで持っていきましょう。1番に戻ってバーの手を離してバランスを確認してみましょう。それでは反対側です。お腹は締めて、尾底骨は下、膝は横です。前にポールドブラをするときに、できるだけ重心が後ろに行かないように、そして後ろに反るときは肩甲骨の上から反るをイメージしてください。グランプリエは4カウントを使ってコンプリートします。特に4番の時は両足の真ん中に重心が来るように注意しましょう。足の動きと一緒に手の動きもコーディネートさせながらやりましょう。